食レポに挑戦したいと思います。まあ言っても私は関西でですね、あのテレビやラジオなどで日々リポーターをやっておりまして、まあしょっちゅうやってるんですわ。これをこれでこれです、これでこれ。ということで今日ご紹介するのはですね、皆さんポン酢って何を使ってますか？どんなポン酢を食べているでしょうか？関西でね結構有名で、私はもうこのポン酢を食べたら、もう今まで食べてたポン酢は何だったんだろうと思って、ずっとこれだけを食べ続けているポン酢があるんで、そちらをご紹介したいと思います。意外とね関東地方の人とか知らないと思います。さあどんなポン酢が出るんでしょうか。こちらです、じゃーん、朝日のうどんだしの素。これはポン酢じゃない、間違えました、こちらです。じゃじゃーん、そばつゆの素。こちらはですね、薄めて使うタイプですかね。あのこれからの季節、そうめんとか冷や麦とかね、うどんとかにも最適ですね。つけて食べたら本当に美味しいです。朝日さん の, あのうどんつゆとかこうそばつゆっていうのはね、あのやっぱ関西ですから、だしがしっかり入ってます。大阪府八尾市で作られておりますよ。ぜひ皆さん食べてみてはいかがでしょうか。って違う、ちょいちょいちょい違いました、こちらです。本当に言いたいのはこれですよ、これ、朝日ポン酢。皆さんご存知ですか、朝日ポン酢。もう関西の方はねほとんどの方が知ってると思います。もうねまず味が本当に濃いんですよ。でこのねなんか柑橘の絵が描いてあるでしょ。私ね今までポン酢に柑橘ってイメージが全くなかったんです、あの栃木に住んでた時は。それは関西に来てこのポン酢を食べた時に、このねなんか謎の柑橘、私知らなかったです、この柑橘が何者かは、何者かは知らなかったけれども、この柑橘がポン酢に本当によくあって、まず食べた瞬間の香りの豊かさ、そして他のポン酢よりも味がすごく濃くって、例えばお鍋で食べる時とかこれだけあったら、1回入れたらしばらくね薄まらないんですよ。美味しいんですよこの朝日ポン酢、皆さん知ってますか。それではこの朝日ポン酢を使ったお料理をこれからご紹介したいと思います。それではこれからこちらの朝日ポン酢を使ったお料理をしていきましょう。できたものがこちらです。豚しゃぶです、冷しゃぶですね。ですね、やって作ってもらいました。あの千切りキャベツに茹でたもやしと豚肉、そして、その豚肉をあの氷水でねキュッと冷やして、それをのせたものです。それにですねこの青ネギをね散らしまして、夏らしく、色鮮やかなトマトをあしらってみました。こちらの豚しゃぶにポン酢をかけてみたいと思います。簡単ですね、これがね美味しいんですよ夏。やっぱねさっぱりとしたいでしょ、さっぱりとしたい、そういう時にやっぱこれがいいですし、ちょっとこうなんて言うんだろう、夏バテとかでね食欲がなくなった時にもこれ一つあったら、よいしょ、ポン酢があればね食欲増進に役立ちます。ということでできました。はい、ということでこちらの冷しゃぶを朝日ポン酢でさっぱりといただきたいと思います。それではお肉からね、お肉と野菜をこう一緒に食べるのが、もうすでにねもうめちゃくちゃ朝日ポン酢の香りがします。朝日ポン酢は本当にその柑橘、これ何使ってるんだろう、柑橘果汁って書いてある、あすごい、すだち、ゆこう、ゆず、ゆこう、ゆこうってなんだろう、すだちとゆこうとゆず使ってますね。しかもね上から3、あいや違う、上から2番目に書いてある、醤油と果汁、そして醸造酢が主な材料みたいですけど、さらにそこに利尻昆布に干し椎茸などの混合節などの出汁がたっぷり入っておりまして、でそして食塩、砂糖、みりんと続いております。これ完全に美味しいやつですよ、それ、そら美味しいわ。
では改めまして大きい口でね、いただきます。もういい香り。めっちゃめちゃ美味しい。やっぱね、日常的に朝一本食べてますけど、いつ食べても美味しいなと思います。で、ちょっと酸っぱめなんですね。だから酸っぱいのが好きな人には本当におすすめ。柑橘のその香りがずっと豊かで鼻から広がる。でも口の中がもうね、お祭り騒ぎになります。これはね、本当いくらでも食べれるんで、何にでも合うんで、それでお鍋とか、特にこのようにね、夏は冷しゃぶで食べてみたらいかがでしょうか。アサヒポン酢ね、皆さんぜひ検索してみてください。下にね、ホームページ載せてみます。全然これ企業案件ではないんですけど、載せますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。ということで、今日はアサヒポン酢を使ったお料理動画でした。さよなら。